前回、移動手段のサイナードを入手したところまで進みましたが、今回は、移動範囲も広がったということで、やり込み会です。まずはサイナード入手前のシーンですが、ノースシティに売っている楽器を買いに来ました。アイテムを作るときに確率が上がる曲が弾ける楽器もあるので、それが一番の狙いです。楽器を購入したので、まずは作曲をして弾ける曲を増やします。狙っていた女神降臨という曲が出来上がりました。これが成功率を上げる曲です。問題はなかったのですが、ここで完全な勘違いをし、セリーヌに弾かせていました。タレントで、音感、リズム感、の二つがないと、しっかり弾いてくれないことに気づいてませんでした。セリーヌは音感しか持っておらず、それで演奏が失敗しておりました。その後、気づき、楽器を演奏する人をアシュトンに変えました。錬金である程度鉱物を作ったので、そこから防具を作ります。この作業に関しては、2段階で行いました。
理由は後々出てきますが、サイナードで行ける場所に秘密の隠しショップがあるので、そこで買えるあるアイテムが理由です。次は、本格的なお金稼ぎへ、現実にもこれができたらいいのに。スーパー特技で、売っているものの値段が安くなるスキルを使用し、大量に武器を購入します。次に、成功率を上げ、武器と安い宝石を合成し、大量に上位武器を作ります。武器を大量生産した後は、スーパー特技で、あらゆる売買の値段が上がる割増を使い、アイテムを売ります。アシュトンの武器の方が高いことにここで気づきました。レナじゃなく、アシュトンで作る方が良かったようですので、この後からは、アシュトンの武器で大量生産していました。アシュトンの武器、単純に強いですね。一本は装備しましょう。セリーヌで作った武器もかなり能力がアップしました。そして所持数が限界になるまで生産し、それをお店に売りに行き、大金をゲット。隠しダンジョンでお金が必要になったかな？大金を持っていて損はないので、しっかり増やしました。次は、隠しショップに行きます。
ろいろいい武器や防具が売っていて、これも多少大事ですが、目当ては一番下にありました。より良い武器や防具が作れるようになる、マジカルラスプ、これが目当てです。これで作れる防具が変わるので、再び防具作りをします。いろんな鉱物からいろいろ作りました。アイテム欄や装備欄から、ささってみていきます。マジカルラスプより下にあるものが、新しく作った防具です。バランスが良いものや、属性に強いもの、防御力がかなり高いものなど、いろいろ作りました。これを装備させていきましょう。防御が特に一気に強くなります。
大体は作れたので、ある程度はいいかな。ラスボスもこれで楽勝なレベルだと思われます。というかラスボスの記憶が全くないですけどね。そして最後は、ビッグポケットでアイテムを盗みます。早く敵を倒すには欠かせない靴、バーニーシューズを、バーニーから盗みます。バーニーシューズ、ゲット、隠しダンジョンも行く勢いで、今回強くしちゃったなー。これをクロードに装備させ、お試しで戦闘してみましょう。一気に強くなったので、魔物が全く相手にならない状態なはずです。もうクロードは、レベル上げと、隠しダンジョンに行く以外、強くする方法がない、レベルになりました。ということであとはストーリーを進めていくだけになりそうです。今回はここで終了にします。ご視聴ありがとうございました。